はい、どうもお疲れ様です。TIL でございます。今日もね、バトルフィールド5の実況取っていきましょうか。ちょっとまだ説明できなかったんですけど、BF5 ね、各陛下、プラス、さ、大きな陛下と、こう、ちっちゃな陛下というかね、こう、肩みたいなのがあるんだよね。うん。例えば、トースガ系やったら、こう、グレーナディアっていうのは、敵弾兵っていうのかな？あとは、看護兵やと、まあ、フィールドサージャン、外科医かな？うん。と、もう一個なんかあるみたいだね。で、まあ、偵察兵であれば、まあ、スナイパーっていう方が、多分、今はアルファやから1個しか選べんけど、ここにね、モアアーキタイプってあるの、なんか多分ね、サブマシンガンとか持つ陛下とかも、タイプも出てくるんじゃないかなと思うんですけど、援護兵はね、今、アルファの段階で2つ用意されてて、まずエンジニア、工兵かな ?BF1 でいう工兵に近い、まあ、工兵は違うけど、まあ、地雷とか置けるんだよね。うん。で、それに使える武器も変わってるみたいで、エンジニアとブレンガンなんだけど、マシンガンナーっていうね、陛下、まあ、陛下っていうか、まあ、肩があって、これを選ぶとね、ライトマシンガン、MG34 がね、使えるっていうことで、こちらでね、今回やっていきましょうか。まあ、どっちでもブレンガンでもいいんだけど、まあ、あ、そうだよね。あ、こういうタイプも、あの武器の種類がカテゴリー分けされてるのか。はぁ、あ、はぁ、あ。で、使えるアタッチメント変わってきて、エンジニアと地雷、うん、地雷と弾薬のポーチやねんけど、このマシンガン内するとポーチが弾薬になって、あとフレアガンなんだよね。偵察兵で使えるスポットができるということで、これちょっと強いんじゃねって思う感じでね。はい、じゃあマシンガンやっていきましょう。で、今作のね、ライトマシンガン、もう癖がすごい、癖がすごいんよ。まずね、ADS できませんとADS ができないので、バイポート立てた時だけ立てよ、バイポット、パイプ立った時だけこう ADS ができるっていうね、まあ、そういうね、変な癖があるんだよね。で、打ち続けるとこうレートが下がっていくと、まあ、そういうね、まあ、結構癖がありますと、うん、まあこれは仕方ないかな。これで ADS もできちゃってフレアガン持ったら最強やもんね。これだってさ、そもそもこのゲームって弾が足りへんわけやんか。弾が少ないのに弾も出せるって時点でもうまず強すぎるやん。だから、まあ、それぐらいの制約はあってもいいかなって感じだけど、あー、全く真ん中飛びませんね。無理ですね。じゃあ、というわけで、バイプット当てるのがね、基本になるっていうね、そういう陛下になってますね。さあ、B 取ってきましょうか。B、味方2人で、棒グラフ、あ、3人、敵3人いますね、これは。上の階か下のか、ちょっと、あ、バイプット立ったら、バイプット立ったらもう俺の勝ちなんでね。うん。立てたら、嘘だ。立てたら僕の勝ちなんで。下の階に1人いますね、おそらく。おりまーす。はい、あ、やってくれましたかね。やったね。オッケー、じゃあ B 取れたんで、アルファ行きたいんですけど、ADS できないんで、突撃ができないと。いうわけで、まあ、芋よね。芋しかできないよね、LMG は。はい、じゃあフレアガン打ちます。フレアガン打てるの強すぎる気がするけどな。でもまあまあ、近距離戦クソ弱い。一応狙えなくはないけど、全く飛ばへんね、まっすぐ。ほら、全く飛ばへんから。まあ、バイポット必須よね、これ。全くまっすぐ飛ばへんかったな。さあ、A からめっちゃ来るんでね、ここでバイポット立てて、迎撃しましょうかね。まずお前だ、バラララララ。はい、1キル。はい、2キル。あれ。やれんかったか。あれは？おお、マジか、やれんかった。ちょっと、避難。やめろ、今撃つな。もう来てる、ここに。あ、まずい。D 取られてるんで、いますよね。絶対にいますよね。ここにバイポット立てますか。あれ、パッと見わからんな。あ、あれだ。あ、隠れられたん。ちょっと癖あるね、ライトマシンがこれ。あ、でもバイポット立てたらマジで勝つ。圧倒的に有利やな。まあ、スナイパーのが強いけどね。正直。使える人は。使える人はスナイパーなんですよ。さあ、バイポット立ての。アルファいねえか。おらへんな。デルタ見ますか。ドックか。まあ、どっちでもいいわ。ドックって言いづらいな、なんか。なんか、絶対デルタって言っちゃう。ダフかデルタ。あ、いますね。あ、こう、バイポット立て。出てこい。レートはね、今アルファの中で一番レート早い武器ですからね。600、何倍、650とかかな。かなり早いですね。他の武器500とか限界なんでね。右の丘に1人発見やな。スナイパーだ。やれるかな。あれ、おー、やっぱ集団するね、これ。バイポット立てた強いな。アルファ、奥1人おるかな。ちょっとバイポット立てるとこ探すな。まあ、バイポット立てるってことで、このやっぱり DB 感が強くなってくるんじゃないかな。さあ。あ、いたね。ちょっと遠いかな。あ、ブンタイズ、他のやつ全員死んじゃったな、これ。あ、いる。もうちょい、もうちょい。ほら、わかる？もう薬莢が落ちろとかさ、リアルすぎて、もうこれ大好きやねんけど俺。
ょっと遠いかな、これ。やれるか？厳しそうやな。もうちょっと遠距離対応できたらやばいぐらい強かったけど、あの程度やったら正直バイプ立てなあかんし、そこまでこのライトマシンガンは強くないかもしれんぞ。どうなんだろう。だからフレアガン撃てんのはちょっと強いけど。ポン。B います？あ、下に結構いるな。このまま A でせずに。まあ、密着やったらね、こんくらい強いからね。密着はこう、あ、チャンス。はい、チャンス来ましたね、これ。まずい。うわっ！おお、やった、やった、ダブル。バレてるね、これ。グレ。これはもう、腰ダメで、近づいてくの待つぞ。多分来ると思う。来たか。そのタイミング！あ、君、奥おるよ、これ敵。下の階にいっぱいおった。ちょっと、ライトマシンガンじゃ、ちょっと全員しますのは難しいんだけど。あ、上からこれバイポッドでやれんじゃないか。お、いいね、ここ。あー、隠れたか。ちょっと、ま、近づいて、こうしてる倒すか。あれだ。うわー、全然まっすぐ飛ばん。マジか。これはちょっと近距離、ほんま密着せなあかんな。バイポッド立てん限りは。ちょっと、あれやな、イモリがちなのね。ちょっとエンジニアでいきますか。これはブレンガンでね、普通に、ADS してね、戦えるんでね、これでやっていきましょう。まあ、これも、あんま俺強いと思わないけどね。よいしょ。で、この武器もね、一応ね、フルオートで撃つこと推奨してるんだと思うんだけど、撃っても精度は下がっていかない。ただ、BF1 みたいに撃つたびに精度が上がってるようには見えないよね。レッティクルを見る限りはね。うん。なんで、そこはちょっと撃ち合いとしては援護兵弱体化してるけどね。まあ、弾が多いっていうだけで、相対的に強くなったっていうべきかね。うん。エンジニアの地雷っすね。うん。地雷どっか置きますか？この辺とか戦車通らんしな。アルファで行きますか、ほんだら、とりあえず。アルファの中一人。あー、地雷置くか、ここに。一個だけ置けたけど。ちょっとこれ以上置く暇がないというか。OK、ナイス。もう一個置きますか。戦車通るかな、ここ。アルファ奥二人おるかな、これは。チャンス。あれだ。はい、OK。結構ブレるな。うん。精度も上がっていかないし。やっぱそこは1より弱くなってるのかなと思うけど。お、ナイスでしょ。あー、なんかフルオートで撃つより、ライトマシンガンの、あれやな、単発した方が、単発撃ちで兵士を狙う方が強い気がするな、これは。アルファまだいるよね。半分ぐらいおるんやけど、まだ。あ、タンクや。地雷特攻とかしてみたいけどね。無理やろ、バギーとかないか。あっちもタンクおるやん。地雷仕掛けてみるか、どっか、この辺に。こんにちはー！ほい、地雷。あー、逃げんじゃねえ、お前！くす。まあ、また、前進したら地雷当たるやろ、多分。アホやから前進するんじゃない？壊されたかな、地雷。どうなった？降りる？え？戦車降りるってどういうこと？あ、建物の2階かな、これは。2階におるはず、ちょっと注意深く、ここは。絶対いる。いた。はい、お疲れ様です、アルファー。撃ち取ったり。じゃあ、どこ行こうかな。チャーリー行きますか。今、チャーリー右の家に1人撃つったな。あ、あれだ。頼む。よーし、ナイス。よし。どうかな、援護兵が。今んとこまあ、弾数以外はいいとこないかな。まあ、また迫撃砲弾出らしたらな、ちょっとめんどくさい兵がなってきそう気がするけどね。あ、ビート、あぶーっ！あっぶねえ！あぶねえ！よっしゃ。一人じゃないやろ。もうまだおるんちゃう？うわー！ブラボーやばい風おるやん。こいつやって。あ、じゃあこれ、それどのや。味方。あ、ビーいないか。あ、そこ。あれだ。ナイス！どこ？ん？なんかいるね。逃がすか、てめえ。あ、ここもいるわ。はい、チャンス、まだおる。うーわ、ここでリロードか？ハンドガンにしてもいいが。あぶねえ。あれ、そこなんかだ。危ない。いけなかった。オッケー、無双。ブレンガン強いな。やっぱ、弾数よ、弾数。あ、味方、ごめん。超ごめんっすね。アルファまだいるね、結構。スナイパー見られた。え、今、伏せたやん？あ、下、隙間あったか。はい。うわ、マジか、やれんかったし、グレー投げたろ。せい！これは、
援護や将棋団かな。なんか兵がごとに使えるグレネードの種類かなんか決まってるからね、アルファは。アルファだっけかもしれんけどね。うわ、これデルタから撃たれてんのか。結構いるぞ、これ。まずまず、逃げろ逃げろ。はぁ、いるよ、いるよ。ナイス、まだいる。ツーマン、逃げろ。まだおる。二人ぐらいおる。行くよ。うわ、まあ、V1 ロケットか。助かった、助かった。ヒルナだけや。うわ、助かった。まあ、これ敵おったら、ごめん、蘇生する元気ないわ、今俺。あ、ショート。3人やれたかな。あ、分隊全滅したわ。V1 ロケットだよね、今の。ものすごい衝撃やったな。びっくりする。B 拠点、今1人敵入ったな。お前だよ、お前。奥にもう1人いるな。ちょっとこれ注意していきたい。正面来るよ。え、タンクじゃん。そうだ、地雷置いといたら、ここに。あ、ここ通れへんか、もともと。あ、どの道これ、地雷置いても。一応地雷置いとく。置いてみるか、そこに。これ先回りしてね。地雷置くの、こうやって。バックしろ。あれ、せんか。そこまでアホじゃないか。ダメだわ。これ、鬼界にいるね。鬼界におるな。最後33チケか。結構今回ね、敵チームが少なくて一方的になっちゃったけどね。普段は結構 GG が多かったから、バランスは割と働いてる感あったな。今回ちょっと、人数が少なかったからあれやったけど。え、ここら辺おるよね、そこ。あれだ。ちょっとしんどいな、あれ。B 拠点、1人おるかな、これ。下か？あ、上かな。あ、でもチケットもないから終わりかな。今回はちょっと対象やったかな。あー、しかも人おったな、今。はい。まあ、ブレンが安定から、ライトマシンがちょっと癖がありすぎるな、これは。うん。どうなるかね、製品版では。まあ、でも正しい、ライトマシンが使い方っちゃ使い方だけどね。でも、それ言い出したら、スナイパーも全部バイポットを、ね、構えないと撃てないってなりますからね。まあ、そうなったらクソゲーすぎるけど。はい。じゃあ、今回、援護の動画でした。ご視聴ありがとうございました。